こんにちは、しとうれいです。嘘です。明智です。今回1週間スタイリングです。スタイリングです。やりましょう、やりましょう、やりましょう。月曜日、はい、月曜日です。インターナショナルギャラリービームスのさ、トークイベントだよ。これはもうワンピース、ワンピースドレス、ヴィンテージですね。あそこでピッツ、金ちゃんって言ったところ。ああ、はいはいはい、はい、あそこでね、買ったの。じゃあ詳しくはあの動画のね、見ていただく、ね、見ていただければ。はいはい。靴は、靴はヴィンテージですね。これ最近私よく履いてない。これ多いっすね、登場率ね。ねえ、うん、あ、出た。こんな感じで話していたわけですよ。はい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 。めっちゃ楽しかったよ。まだインターナショナルギャラリービームスさんのインスタに残ってます、うん、あ、インスタ残ってた、残ってた、そういえば、ね、もし見たい方がいたら、うん、はい、面白い話をしてると思います、はい、嘘です。はい、そして火曜日です。火曜日です。ケイシ君とセブンバイセブン行ったんじゃない。オープンしたとこですよね。そうそうそう。ケイシ君遅刻してきたもんね。電話したら今起きました言うだね。その説だもん。Tシャツはヴィンテージでーす。これなんて書いたんだろうね。なんでしょうね。ね、カットは、カポックノットでーす。これすっごいあったかいんだよ。あったかいですねこれね。そうそうそう、いい素材。ちょっとかすりっぽいねデザインになってる。でちょっとでかかったからベルトしてるんですね。でこれ見て。靴。バンズ、バンズって書いてある。バンズ、はいはい、これはあのセブンバイセブンの川上さんにもらったの。古着ってことですよね。そう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 。でバッグは、パズルバッグのロエベです。これめちゃめちゃよく使ってるよ。でイヤリングがベアトリスです。ベアトリスもよく使うよね。サングラスがオリバー。オリバーも、オリバーなんてすごいかけてますよね。なんだかんだかけやすいんだよね。で、あ、そう、髪の毛見てもらってよろしい、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 黄色い粉粉ついてるね。ですよね、これなんかあるんですね。そうなの、そういうね、あの髪の毛とか肌につける黄色の粉粉があって最近ちょっとハマっております。この道良かったよね。そうです、セブンバイセブンももしかしたら行けたらいいですね。行きましょうよ、ね、行きましょう、行きましょう、行きましょう、うん、そして、水曜日、水曜日、ほら、すかしてる、すかしてるわ、すかしてる、すかしてる、うわでも最近このね、はいはい、スタイリングめちゃめちゃハマってんの。元ネタ言ってもよろしい、これですよ。はい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 、パリで撮った写真ってことですね。そうそうそう、私自分が撮ったスナップに自分が一番影響されてると思う。ああ、でもなんか本当に真似してる感じありますね。真似してたいたら これを踏襲してる感じしますよね。しますね。ジーンズメイドで買ったみたいなデニムの色ってあるやん。はいはい。もしくはあのアジアの屋台で売ってそうな、はいはい、あんな色にデニムが着たくて、なんか中二病を患わしてるみたいな色でよくない。そうですね。ね、そして着てるのがキャピタルです。これはくるみちゃんのフリマで購入しましたね、うん、細かいところがね、ディテールが凝ってるんですよ。いいっすね。そう、あと具体、実はこれあの、うん、デニムシャツじゃなくデニムジャケットなんですけども。あ、そうなんですね。そう、シャツとして着てます、うんうん、ちょっとこの小汚いやつ、変なワッペンついてたから、うん、取っちゃったのに。あ、これね、あの、はい、ゴー君が PR ピスだっていうザ・スタンダードですね。これは自分で切りました、はいはい、長さが短かったから長さ出しのために切って、はい、切っぱなしにしてあります、はいはいはい、いいですよ ね。こうやって合わせると高見えしますよね。そうだね、かっこよく見える。何を着るかではなくてどう着るかですから言った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 。またオリバー、ね、またオリバー好きね、本当私ね、好きですね。ねえ、ネックレスが田崎 と、リーフジュエリーですね、うんうんうん、ちょっとシルバー合わせをしてみたかった、ね、シルバーの、あ、まあ、嘘ついた、ゴールド間違えちゃったこうダッサイありかなしか分かんないようなスタイリングをするときは、うんうん、アクセサリーをちゃんとしておくと、あ、あえてやってんだなって思われます。木曜日です。木曜日です。一緒に読めませんでした。なんでサーズデーが読めない大丈夫大丈夫、中学校中学校あ、ポルシェポルシェポルシェ、ちょっとポルシェでも買おうかなって思ったのは全然嘘ですねもう靴にしか目いかないですけど上がジョンスメですね、はい、表参道にね、ようやくね、旗艦店できたんだよ。で、スカートはマカフィーですね。で、まあ、まあお察しの通り Y のイエローですね。でバッグがソニア、懐かしくないですか、うん、そして見てもらっていいですか、はい、ソニアリケールはシトーレイ違います、違いますけどね。 SR はね、 SR はねラフシモンズとソニアリケールは買いですよ金曜日、金曜日、おお、ちょっと真逆なスタイリングにしたいなと思って、さっき色カチッてしてたから、はいはい、パステルまとめにしようかなと思ってパステルパステルしております。ほいほいほい、ふわっとした感じですかね、
これはあれですよ、スタンバーグ、あーケッピーも似合ってたやつね、はいはい、スタイリングで着てましたね。そうそう、はい、でこのフォワフォワはアケッピーと一緒に買いに行った、はい、スカートです。はい、ぬくいです。ぬくい、ぬくい、ぬくい、またイエローだー、またイエローだー、変な靴だなそうで、また出た。そう、パール合わせのビアトリスですね、はいはいはい、と田崎かな、はいはい、ネックレスは好きね。好きですね。ね、バッグがスマイソン。スマイソン文具メーカーなんだけど、こういうのも出してるんだよね。へー、あのパステルの洋服着てるから、靴 と、バッグだけちょっとアースカラーで色のサイドをずらしてやってみました。でバングルはティファニーですね、はいはい、そして土曜日です。ちょっと暗くなっちゃったんだよ自転車でノリノリじゃないですか、はいはい、そう、暗い時はね光り物があった方がねいいって言うじゃないですか、はいはい、おじいちゃんとかもね、はいはい、なのであのバッグと靴は光り物ですね。確かにこれヴィンちゃんね。そうそうそう、うん、インディアですね。こっちはヴィンテージですね、はいはい、で靴が光り物で、はい、マルジェラですね。夜道も安全で GM デビッドソンですね。これ結構入るんだよ。確かに、あの、ね、私幅結構ありますね。そう、撮影の時も持っててカメラ全部入る。へー、でネックレスが入江さんのとこですね。入江さんのね、うん、で、ロレックス、エルメス、インディアンジュエリーですかね、はい、こついな。これ私の裏テーマ言ってもいい？何ですか？金ちゃんっぽく寄せてみた。ちょっと金ちゃんこういうスタイリングしません？あのシルバージュエリープラスヴィンテージって私金ちゃんのセオリーだと思ってて、はい、ちょっと寄せてみましたん、寄せてみましたん。日曜日です。日曜日です。これはご飯食べに行くときの格好です。ちょっとクラシカルな感じ。なるほどなるほど。祝女、祝女、祝女、イエーイ、イエーイ、祝女のイエーイ、やってますね。やり散らかしましたね。イエーイ、ヒワイティーです。イエーイ、イエーイ、モザイク書かなくてよかった もういいよでパンツ と、カーディガンがクリンクルクリンクルクリンクルですね。でソックスがファクイで、はい、靴が、年之助竹ヶ原さんのところの美しい靴ですね、はいはい、こんな足元の人はあんな T シャツ着てるって思わないでしょ、うん、本当に、ね、また上半身と下半身で、うん、性格違うでバッグはボナベンチュラですね、はいはい、綺麗ですね。ね、見てこれ可愛くない？全然どうでもいいんですけど、見せ方がなんか格闘家みたいな。そうだね、もうちょっと可愛いなんか普通こう手広げてとか見ませんか？今これファイトだね私ね。今やれんのかみたいなメリケンサックスっていうみたいになってますね。なんか待ってる感じですね。待ってる感じですね。ミッドタウンですね。そうそう、これね、明智くんと行こうって話してたよね。はいはい、マハラジャパーティープラン、カレー好きの明智くんのために。はいはい、今度行きましょうよ。行きましょう。食べ放題飲み放題で7500円。カレーばっか食べれないよ私に飽きるかもしれない、ね、でもなんかおしゃれカレー屋さんだったよね。です ね、 ね、 ね、こんな1週間でございました。はい、割といろんなスタイリングできたんじゃないかなと思っております。そうですね。アケッピはどれが一番好きだった？僕はデニムのスタイルが好きでした。あー、あのオラオラしいですね。はいはい。で次回あれだよね、明智くんの1週間スタイリングだよね。違います、ないですないです。楽しみだな、最近明智くんのおしゃれってみんな言ってくからな。ないです、ないです。どんな格好してくるんだろう、大丈夫かなはい、ですね、皆さんはどのスタイリングが良かったか、はい、ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあね